はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ゆうやです。はい、今日は、パイレーツ・オブ・じゃなくて、キングダム・ハーツ3の、パイレーツ・オブ・カリビアンのですね、ワールド続きから、やっていきたいと思います。はい。で、どこに行くかというと、ここだね。なんだ？ナンパ船の入り江っていう、ところに行くらしいですね。はい。前回ね、船が壊れて、それをなんか白いカニみたいなやつに直してもらったんですよね。はい。まあなんかそこでね、なんかね、やばい。やばいよ。もう眠くて寝起きすぎて頭が回ってないかもしんない。そう。なんかなんだろう、ジャック・スパロー。って何者なの一体なんか白いさ、カニを得ようとしてるの？なんか、よくわかんなかったんだけどね。前回の。終わりの方？そう。なんか白いカニがさ、ジャック・スパローに化けてて、それはどうしてなの？うわぁ、出た。あ、でもこいつらいいんだ。すごい倒しやすいし、経験値がめちゃくちゃでかいし、すんごいありがたい敵だわ。もっとたくさん出てほしいな。どこに向かえばいい？北？とりあえず北か？いや、どこだ？わからんな。ちょっと地図を見て、一応北西っていうのかな、左上の方に向かえば。いや、痛い。危ない。ちょっと、まだおる？いや、なんか、北西っていうことは、こっちの方向だよね。あ、で、あ、これ違う。違うの。加速がしたいの、俺は。加速はできないのかな？地味にさ、遅いんだよね、これ。遅いし、敵が別にそんなに湧いてくるわけでもないし。いけ。OK! 経験値すごいよ、やっぱり。これで、どんぐらいだ、今。ちょっと待って。地図が見れないな。どうしてだ。あ、でも、右上のさ、地図っぽいやつに、なんか、赤いやつが出てるから、多分ね、そこをくぐると、ナンパ船入り口みたいな感じだったよね、さっきの。あれか？なんかあのちっちゃいやつかな。あれがナンパ船っていうことかな。うん、もうちょっと。OK、着いた。やばいな、今日俺すごい鼻声かもしんない。いつものことなんだけど、今日は特になんかね、喋りづらい。もうこんなところまで追いついたか。君たちの行動力にはなんか鼻の奥になんかせ、あのだが行き過ぎた行動はなんか時に不幸を招くことを学び、ハイチュウが潜んでるみたいな、ハイチュウぐらいの大きさの何かが潜んでるみたいな、そんな感じなんだよね。すごいね、喋りづらいの。喋、りづらいし、頭も回ってないし、滑舌も悪いし。どうしたら N 番も敵めちゃくちゃいるわ。6体ぐらいいたよね。で、1体300ぐらいの経験値だから、1800だね。よっしゃ、倒した。そんでもってウォタガになった。やったあいつは決戦に紛れて箱を奪おうとしてるんだ。ナンパ船入り江へ。うしゃ、はい、それじゃ
ナンパ戦です。ナンパ戦だっけ。うん、カリブ海の決戦の地へ向かおう。あれだよね、なんか小島みたいな、小島よしおみたいな、これ違う、違うっぽいな。あ、いや、でもこれだよね。なんかモーグリいるもん。あ、わからない。でも右上の地図的にはこっちになってる。なんかすごいとこ来た。また敵いるじゃん。これもハートレスかな。雪？雪降ってた今。違うか。みんな大丈夫か？ソラ、無事だったのか？ソラ。私たち心配してたのよ。ん？いた。あれって白いカニ。ソラ？ジャックは？ティアダルマは？あなたがいない間にいろんなことがあったの。ジャックは東インド貿易会社に連れて行かれた。そう。ベケットがデイビー・ジョーンズとダッチマンゴーを操ってるの。僕たちは奴らに対抗するためにティアダルマに閉じ込められていた海の女神カリプソを解放して味方につけようとした。ああ、もうカタカナ多いな。ティアダルマとかカリプソとかジャックスパローとかさ、うまくいかなかった。カタカナ多すぎて本当にさ、全く気まぐれ、ストーリーが入ってこないのよ。他に方法は。だからまあ何もない。とりあえずね、最後戦うよ。このワールドでは戦うことしか俺はできない。ストーリーを楽しむことが1ミリもできません。私の心も解放してくれるかもしれないね、はい、この海では私が力になってやるよ。そっか、あれはティアダルマ、カリプソが力を貸してくれるのか。わからん、なになになに。ティアダルマ、気まぐれな女神。え、あの、息が臭い女の人がティアダルマってこと？諦めるのはまだ早い。わからないな。俺たちも協力するから。どうしよう。頑張ろう。海はみんなのものだ。お。ん？あ、落ちたよ。それまで僕が言ったよ。え？そうだっけ？そらって時々人の話聞いてないからね。え？行った？行ったよ。まだ終わってない。私たちには希望がある。みんな聞いて。はい。聞くのよ。はい、聞いてます。危ないよエリザベス。同胞は私たちを頼りにしている。パール号が指揮を取るの。はい。これは自由への戦い。はいじゃないか。誰にも。あいあいさ、こういう場合は海賊とか。私たちにはそれを成し遂げる。返事するとき、あいあいさ、心がある。皆の者、旗を掲げろ。アイアイサー、あ、違った。旗を掲げろ。旗を掲げろ。アイアイサーは違うのか。雲行きが怪しい。やっぱ雪ではないのか。雨か、普通の。そうか、来ました。もうまた会場で戦うという。うわー、出たよこいつ。こんなに雨降っててさ、船って沈没しないのかな。船の中に水がめちゃくちゃ溜まって沈没しそうな感じするんだけど、まあ、そういうのがなんか対処っていうのをしてんのかな。やっぱか全部の船がさ大雨とかで
沈没するってなったらもう全部ね今までの船が沈没してるみたいな、そんな感じだから何かしら対処はしてるんでしょうね。うん、水を吐き出す装置みたいな。汚ねえなこの船、すげえ汚ねえ。うお、出た。ルクソーダ、不法侵入。あれがタッチマンゴーか。ジャックが言ってた箱にはデイビー・ジョーンズの心臓が入ってるんだ。はい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 、カタカナ多いね。ジャック・スパロウ、デイビー・ジョーンズ、ダッチマン、ルクソード。無理。疑いのある箱はすべて回収させていただく。カタカナ苦手だわ、本当。漢字も苦手だけど、それ以上にカタカナかな、ちょっときついよ。彼らの考えることが全て理解できるわけじゃない。ただ、そこには希望がある。おしゃべりはここまでだ。うん、探し物をするには少々騒がしいな。あの船には黙っていてもらうとしよう。おお、すごっ。これがあれか、言ってたあのペンタクルスみたいな、ペンタゴンみたいな、なんだっけ、なんだっけな、なんかさ言ってたよね、ペンタクルスみたいな。これでゆっくり探し物ができそうだ。中産機関は希望は。そう。ビルたちを助けないと。雨やば本当に。希望。待ってす、これからさあれと戦うの、アースラみたいな職種だわ。マジでやばい気がする。あ、もう体力ゲージやばいわ。あ。マジ？マジか、今日やばいわ。どうしよう。マジ？いけいけ、よっしゃー、倒した。はい、よかった。もう、本当に辛かった。やっぱりさ、船のレベルが足らないんだろうね。うん、耐久力もねえし、パワーもねえし。うん、俺の操作が下手くそだし。望むものを手に入れたか。君もなかなかの勝負師のようだ。だが、その箱はこちらに渡してもらおう。結局この箱はあれなんでしょう。別にルクソードがなんか狙っ、ルクソードっていうか、あのマレフィセントとか13機関が狙ってるようなものが入ってるわけじゃないんでしょう。ただのなんか言ってたよね、ジャックが。なんかの心臓が入ってるよ。それに俺の欲しいものはもうここに。だから別にルクソードは必要。はあ、くさ。このワールドの人みんな息臭いね。すごいね。息でルクソード倒しちゃった。よう。よう、ジャック・スパロー、迷子になったのか。教えてやろう。お前の持ち場は船底だ。お待たせ。お、これはラスボスか、こいつがラスボスかな。逆転だ。ジャックと一緒に。雑魚が増えたところで同じこと。やったー。なんかね、うすうすっていうか、さっきのさテンタクルスみたいなやつ、あれがラスボスなのかなってちょっとね思っちゃったりしてたから、さすがにそれはどうなんだって思いながら、ね、戦ってたんだけど、よかった。最後ね、ちゃんとしたラスボスみたいな感じで、しかもジャックと一緒に戦えるっていうね。はい、アナ雪のブリザードクロー、
これをね、これのフィニッシュ技もね、ちゃんと見せてあげますね。いけるかな。これはいけそうだな。なんか変なコマンド出てないし、待って、敵がいない。あー、もうやばい、これダメかもしれない。これまずいな。あ、でもいけるか。こいつらを攻撃すれば OK。 ブリザードブレードからのフィニッシュ。これよ、やばくない？アナ雪じゃん。やりすぎだよね。やりすぎだわ。はい、ということでね、ようやく見せられたわ。やばい、捕まった。あぶねえ。で、トリニティラッシュ、これか。これはちょっとやりたくなかった。終わらせちゃうか。フィニッシュ。まあ強いんだけどね、強いんだけど、すごい、地味にね、地味だよねっていう。あいつどこだ。あ、いたいった。こいつ、お前はファイヤー。あ、そうだ、後であれつけないとね、ウォーターの最上級技のウォーターガンにね、さっき、あ、やばい、危ない。アナ雪、はい、いけ。いや、レイジフォームのコマンド出てるけど、ちょっとレイジフォームは使いたくないな。いた、くそ。なんかレイジフォームってさ、若干なんだろう、じゃあチートっぽいところあるじゃん。強すぎるところがあるから、あんまりね、使いたくないんだよね。ちゃんと正々堂々というかね、そんな感じで戦いたいので。やばい、攻撃当たってない。で、これめっちゃボタンカチカチしてるけど、これマイクに入ってるから、このカチカチ音。あ、待って、パイレーツシップ、これは使いたいぞ。ブラックパール、多分これブラックパール号だよね。ブラック、あれ、終わった。え、強制的に終わらせられたんだけど、なんでよ。ブラックパール号の上でパイレーツシップのあれ見たかったのに。クソだな、こいつ落とすぞ、本当に。落ちろ、お前。痛い、やばい、危ない。いった、こいつ強えな、こいつ。もう落ちろ、お前。おい、俺のパイレーツシップ返せ。クソ、あと1ゲージだ。いけるいける、もう触手なんか気にしてられん、お前じゃ。よっしゃー、多分ラスボス倒したってことでね、多分これでこのワールド終わりかな。もう諦めろ。スパロー、箱をよこせ。ザック、よそ者は引っ込んでろ。うお、かっこいい。多分これも原作にあるんだろうね。すごい。そんなことできんだ、こいつすごいな。来た、エリザベス。女が相手だろうが、手加減せんぞ。そのつもりで来たわよ。この女も強くなったよね、確か2の時
全然役に立ってなかった気がするんだけど、すごく強くなった、うん、こいつ相変わらずイケメンだよね。息が臭くなさそう、この男は。愛か愚かな気の迷いだ。そしてまたいとも簡単に引き裂かれる。そんなことない。まだ俺には愛がどんなものかよくわからないけど、心の強い結びつき、つながりだってことはわかる。心のつながりが簡単に引き裂かれたりするもんか。いいね、いいこと言うじゃん。お前のようなガキに心の何がわかる。こいつはそれなりの旅をしてきたんだ。知ったことか。どうだウィリアム・ターナー、死ぬのは怖いだろう。お前は、あ、こいつの心臓か。なんとつまらない。ハートとは心ではなかったか。箱も我らの求めるものではなかった。たまらないね。お前の生き死には俺が握ってる。まったく無ごいやつだな、ジャック・スパロー。無ごいかどうかは見方による。そうなのか。いや、マジマジ。え、さっさと殺しちゃえばよかったのに、ジャック。すげえ、空が殴ってる。キーブレード使わずに殴ってる。なんか面白いな、空の肉弾戦っていうか。相当怒ったんだろうね、今のは。遅いよやるのが。でもこれウィリアムやばいんじゃないか。水に巻き込まれるぞ。早くしろ。サムライと全員墓参りだ。ジャック、なんとかならないのか。ウィルは船の一員になった。ダッチマン号には船長がいる。エリザベス、もうお別れだ。いや、離れたくない。え、マジか、これそういう終わり方。え、助かるでしょ最後には。最後にはね、ピョンって出てくる終わり方じゃない？無事でよかった。艦隊はまだいる。エンデバーは右舷から接近中だ。エンデバー。今こそ古き良き海賊の伝統を守って。ヒロアカだね。逃げるべきじゃないか？俺は伝統を守ったことがない。突っ込むぞ！そっか、まだ終わってないね。こいつがいたんだ。こいつをどうにかしないと。悪く思うな、ジャック。我が社の利益のためだ。来るんじゃない、これ。ウィリアム来るよ。いや、来たでしょこれ。ウィリアム・ターナー。でも結構刺されてたけどね。おお、来た。攻撃の準備をしろ。めっちゃピンピンしてる。なんで。砲全部張る。おかしいでしょ。砲全部張れ。それまでの過程を見せてよ。傷どうなったのよ。
撃て撃て撃て。フライングダッチマン号には船長が必要だ。結婚したばかりだってのに二人は同じ世界にいられない。海に10年、陸で1日、とてつもない代償だ。ウィル、ご用意しました馬車を。ターナー夫人、エリザベス、気をつけて。ジャックありがとう。たった一日なんて短すぎるよ。心を通わせるのに時間の長さは関係ないさ。ソーラ、お前が一番よく知ってることだろう。心をつなげて友達になるなんて簡単なことだ。そういうことだ。うん、時間は関係ないか。みんな待ってて。結局このカニちゃんの正体もわからんままだったな。何だったんだ何かに期待できるカニちゃんっていうことぐらいしかわかんなかった。ザ・カリビアン終わりました。いや素晴らしかったですね。内容が全く入ってこなかったんですけど、うん、すごく良い感じだったと思います小学生みたいな感想文になっちゃった。で、ここからね。お、リア。これはカイリも来るぞ。あ、着替えたのか。髪も切ったんだな。うん。アクセルは着替えないの？長い方が可愛かったのに。そうだな。うん、まだいいかな。でもずっとその格好でしょ。俺この格好のイメージ強いだろ。久々に見て違う格好してると俺だって気づかないと困るから。優しいんだね。あ、そういうんじゃないけどな。もうすぐ修行も終わりだね。うん。私の中にはナミネがいるんだけど、ロクサスが戻れたらナミネも戻れるんだよね。そうなるな。もともとナミネは空の中にいた私から生まれた。今の私の中にいる状態で解決してるようにも思えたけど、きっとこうして見る風景、顔に感じる風、全部私とは違って感じるはずなんだよね。ナミネはナミネで、短くても彼女の時間を過ごした。
そこでの感情や感触は彼女のものなんだ。私に戻すものじゃない。それはロクサスも同じ。今は何も解決してない。そうだな。昔ガキの頃、一度しか会ったことがない友達がいて、そいつなんだか不思議なやつでさ、それっきり見かけなくて、いつの間にか気にしなくなってて、でロクサスに会った時に内心少し驚いたんだ。あー、そっか、見た目がそいつそっくりでさ、ベンテスのことか。ロクサスには話せなかった。話すとそいつみたいに、そうだよね、なくなりそうでさ。バースバイスリープでリアとアイザとベンテス会ってたもんね。そいつベンテスってな。あー、そうだ、今空たちが探してる。わ、やばい、これやばいね。俺のこと覚えてくれてるかな。きっと。すげえ。これアクセルがさ、合流だから、いろいろ心配になって。ベントゥスとロクサス二人ともが存在してる姿を見たら、もう心臓止まっちゃうんじゃない？ロクサスが二人いるって。もうアクセルはロクサスのことが大好きだからさ。そんな大好きな人が二人、目の前に二人いるってなったらもう、心臓、飛び出すよね。俺だったら飛び出すもん。俺、ロクサスとベンテスが一番、キングダムハーツの中で好きなキャラクターだから、もうその二人が目の前にいたら、やばいよね、もう。これは？アクアか？あ、違う。リクとミッキーか。そっか、アクアを探しているんだっけ。リク、後ろ。お、リク。なんかこれアクアが助けに来てくれそうな気がする。そんななんかね、気がしない。二人ともやられてる状態だし、来ませんでした。あれ？あ、え？ついに現れた。賢者アンセムってあれ？静かにしろ。生きてるんだっけ？あれ、え、え？死んだはず、え？どういうことだ？俺の記憶では賢者アンセムは死んでるはずなんだけどね。キングダムハーツ2の終わりの時に。ね、あのキングダムハーツを破壊しようって思って一緒に爆発に巻き込まれて、あ、でも死んだシーンはちゃんと見てないのか。どうした？え、分からん分からん。もう誰も犠牲にはできない。今さら何を言っている。お前の研究で多くの子供が犠牲になった。その懺悔の機会だ。私が隠したわけではない。あの子の失踪で研究の中止を決めたのだ。この後に及んでいいのがれか。ロクサスとナミネを犠牲にしたお前がそんな慈悲深い人間だと信じられるはずがない。きっとどこかに隠しているはずだ。まずはこの屋敷にあるデータを見せてもらう。ロクサスとナミネ、私がまだ生かされている理由があるとするなら、その二人に償いをするため。あ、やっぱ死んでなかったんだ。生かされている理由ってことは、ああ2の時死んでなかったんだね。いや、よかった、よかったのかな。あの被験者だった子を見つけてどうしようというのだ。きっと
あの子の記憶に謎がある。我々光と闇の戦いに大きく関与する記憶が。お前は何かを知ってしまった。だから研究を中止させたんだ。それはお前の妄想だぜ、あの音。もうすぐわかる。すみません。なんだお前は。ここに友達が住んでたはずなんですが。誰も住んでいない。帰れ。でも。おい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 、入ってくるな。こんなキャラだったっけ。いやすごいな、危ない橋渡るなこいつら。いやそうだよそうだよ、こいついるんだよ。わかった。ハイネ。これどうなるんだ。誰が助けに来てくれるん。ダスク。ダスク。何これ。あ、ダスクだよね。なんで。白いグニャグニャ。なんでなんでなんで。守ってくれたのか。ハイネ、早く逃げよう。説明をください。全くわからないな。元13機関。大体見当がつく。構わん、好きにしろ。誰のこと。アクセル。全然わからないんですけど。え？だってダスクがさ、普通、助けるわけないし、だって感情もないわけだからさ、なんででしょう。みんな大丈夫？ああ、多分な。この地下道なら、僕たち以上に詳しい人はいないからね。君たちはロクサスの。おじさん、ロクサスを知ってるんだよな。うん、知っていると。もやっぱりあの屋敷を張ってればロクサスの手がかりにたどり着くって考えは間違ってなかったね。私たちとロクサスの唯一の手がかりだからね。ロクサスのこと教えてもらいたいんだけど。我が師よ、ご無事ですか。誰だ。お前はエベン。そうか、さっきの。あ、こいつのなんだ。お前か。なんでだ、裏切ったのか。うわ。こんな時も来るかと。人間としてではなく十三機関として生まれ変わりました。あなたの捜索にゼアノートが向かったと聞き、いよいよ私の計画を実行する時だと。私にも償いをさせてください。どういうことだ。わからないですけど。ビクセン。ビクセンは、いいやつってことですか？やばいな。全然俺、理解できてない。どうしよう。でもそろそろね、キングダムハーツ3も、終盤に差し掛かってるはずなんだよね。もうワールドもさ、これで終わりかな？ベイマックスで終わりかな？もうちょっとあるかな、わかんないけど。でもほぼほぼ終わりに向かってると思うので、こっからねラストスパートがドーンって、来ると思います。はい、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。次回は
サンフランシスコ東京みたいな。サンフラン東京でしたね。はい。全然違った。はい。ベイマックスのワールドに行きたいと思います。はい。じゃあ、どうもご視聴いただきありがとうございました。はい。じゃあ次回もよかったら見てください。はい。じゃあお疲れ様でした。じゃあね、バイバイ。